今日はこの3名での録音です。明日本番のコンサートがあるとのことで、最終リハーサルも兼ねて録音して映像も作ってしまおうという企画です。この3名で僕のスタジオに見えるのは初めてなので、この部屋のサウンドに慣れていただこうということで、今はそれぞれの個人練習中です。音出しの間に防音の壁で隔てられた隣の調整室と呼ばれる部屋でマイクサウンドの調整なんかをしていってます。コンクールなんかの演奏動画の場合は一つのカメラで固定でね、この状態で録音録画したりしますが、今日はスタジオでのレコーディングセッションということで、本番は配置を少し変えていきます。今回の演奏家3名を紹介しておきます。バイオリンは竹内理香さん、フルートは三吉かなえさん、ピアノは河内美久さんです。ちょっと合わせますか、軽く。はい、はい、本番はフルートとバイオリンをこちらのブースで演奏していただこうと思ってます。フルート三吉さんは前回録音録画したんですけど、その時はね同じ部屋でやりました。今回は部屋を分けて複数のカメラでねちょっと録画などしてみて、またちょっと違うテイストの作品にしてみようという感じです。別の部屋になってもね、ドアがガラスなので基本的には見えるんですけども、相手の表情なんかも見やすいようにね、こんな感じでモニターに映してます。こちらの辺にもね、こんな感じでモニターディスプレイを置いて皆さんの顔表情が分かるようにしています。ドアがガラスなんでね、こんな感じで向こうも見えるんですけどね。ついでにカメラとマイクもちょっと見ていきましょう。まずはこちらにアルファ74、反対側のね向こうの奥にはアルファ 7S3 を置きました。マイクはショップスのマイクと、それから B&K のね無指向性マイクを並べてます。こちらですね。で向こうのピアノの部屋の方はアルファ 7S3 を置いて、ピアノの表情が取れるように ZV-10も置いてみました。マイクはロイヤーのリボンマイクと、それから B&K のね無指向性マイクなどを使ってます。 DPA のコンデンサーマイクも置いてます。お、準備できたみたいですね。録音スタートですかね。このプロツールズで各マイクの音量なんかのねバランスを調整しています。一応カメラもリモートで iPad でね監視できるようにしてるんですけど、 Bluetooth がね防音の壁をね、なかなかちょっと電波弱くなるんで、いまいち安定性にはちょっと欠ける感じですね。はい、のでもう最初の方でダメだったらあーって言って止めてもらっていいと思います。うん、そこがその辺が良さげだったらまあ行っちゃいましょう。はい、じゃあカメラ回しに行きます。ということで手動で回してきます。はい、では回りましたので、ちょっともしかしたらタイミングでどうぞお願いします。はい、チューニングに、はい、しようか。いきます。はい、はい、お願いします。テイク1のレコーディングが始まりました。完成したね演奏動画の方は別のチャンネル、フルハウスミュージックチャンネルの方にアップしてますので、ぜひご覧ください。
私が煽りますね。私もなんかそこでやっとヘミ。テイク1が録音終わったのでじっくり聞いて修正部分などを打ち合わせしていきます。ヘミオラになる前のこのなんだろうミピちゃんのところでなんかそこでちょっと一旦ああそうです、ね、落ち着くっていうのもっとブレーキしてもいいですね。いいかもしれない。ありがたいかもしれない、うん、なんか思ったより待たずに入った方が合うかもしれない。なんか今結構タララーンバラバラみたいな感じだから、どうしようね。まあとりあえずやってみようか。じゃあこのまま回しときます。いつでもどうぞ。おお素晴らしい。やった、よかった。あとなんか気になるとかあります？ここ私ここ大丈夫だった、なんか早ーと思ってちょっと指って。あーいや大丈夫、うんうんいいか、うん、ちなみにね今ね11時40分なので、うん12時まではまだ時間あるで、もうこれの組み合わせでいけるでしょうっていう風だったらこれで良いし、気になるとこがあればパーツ取りしとくし、聞いてみたければお出しするし、うん、何なりとって感じです。でも結構いい感じだ、うん、もう突き出し、なんか突き出したら再現わ、うん、かりました。はい、じゃあ、うん、これでいただいて、で一応全部のテイクとパーツを皆さん聞けるようにするんで、うんうん、選んでもらって後日編集します。はい、じゃあ最後ちょっと3人集合した写真だけ撮らせてください。はい、はい、じゃあもうちょいこっちに来ましょうか。で、はい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 、いい感じです。一番いい表情を使いたいよ、いいと思います。はい、まあ、こんな感じで撮ります。よさげ大丈夫そう、はい、はい、ということでリハーサルにはなった。なりました。ああよかったよかった、うんうんうん、はいはい、じゃあはい、そんな感じで後でグループ作って、はい、で今日のテイク全部聞けるようにしますんで、うん、またやり取りしていきましょう。はい、お願いします。はい、いい天気、ね、昨日とは打って変わってこれで暑くなりそうだ。はい、じゃあありがとうございました。はい、ということで2時間かからずにリハーサルから本番の録音を終えることができました。その後すぐにねテイク2がいいっていうメッセージが来たので、もう午後からミックスです。1時間もかかってないぐらい、1時間ぐらい、1時間ぐらい、うん、マスタリング1時間ほどで基本のねミックス作業を終えたので、あとはマスタリングしながら同時にねミックスもちょっと追い込んでいきます。まだね外が明るい。マスタリングはこのスペースで聞きながらレクションしながらね作業していきます。フルート 0.2 デシ下げてバイオリンを 0.2 デシ上げてみますか。うん、はいはい、いいね。ブースの方だけちょっと重たいんで、はい、ローのシェルビングで250から下 0.5 デシカットしてみようか。はい、うん、はいはい、あ、だいぶ良くなった、近づいた。もうあと 0.5 デシ試しに、はい、うん、はいはい、バッチリいいんじゃない。ウィー、うん、はい、今のメロディーピアノのとこあるじゃん、うんうん、うん、バイオリンを 1.5 デシ下げましょうか。この後もちょっと続くのかな、もしかしたらですね、ちょっと一回見た目で、うんうん、ここまでだね、うん、はい、今のバイオリン弾き始めるところの前のさ、うんうん、ちょっとふって風を感じたので、お、多分姿勢をこうやるときのなんか息かなんかだと思うんだけど、ちょっとだけ多分バイオリンのマイクかなんかかな、下げればいいと思う。 3デシか6デシぐらい、風っていうのは本当にボフじゃなくてオーラね、うん、人間の、うん、でチッて一瞬いってんだよね。ほほ、ちょっと聞いていこっちで、うん、フルートかな、なんか多分動かした時の、これは聞こえない。じゃあピアノか、
大丈夫。大丈夫ですね。フルートのマイクで。と。あ、いた。左側でいた。いた？うん。クチュって感じで。全然わからん。あ、はいはい。うん。今のさ、ロリレロリラーっていうとこだけ、うん、バイオリン 0.5 ダウン。うん、はい。その今のトゥダートゥダーってテーマ一連のフルート 0.5 下げてみて。おい。うん、はい。で、こっからバイオリン上げるんだけど、その前に、うん、はい。だけど、だけ 0.5 だし、バイオリン上げようか。今のその、うん、最後のアクセント、うん、バイオリンもう 1.5 で上げてみて。オッケー、うん、いいと思う。よし、じゃあ落としましょうか。はい、はい、お願いします。よし、できた。これでいいね。イエス。ということで録音終了して1時間でミックス、うんですね、1時間ちょいで動画編集、うん、その日のうちに納品というスピード感でやっております。じゃないスピード感でもやってますけど、な感じでした。まあ順調でしたね。はい、今回はーい。